海と日本プロジェクト in 宮城。今月10日、七ヶ浜町にある小豚海水浴場で清掃活動ビーチクリーンが行われました。中学校の時から知ってて毎回参加してます。いろんなところから来て楽しんでもらえるような海水浴場にしたいです。いや意外と石が埋まってたり枝とかが出てたりしてて、これもし海開きして歩いたら危ないだろうなと思いながらやってました。綺麗になっていっぱい裸足で歩けたりしたい。ところでこのビーチクリーン参加者が多いと思いませんか？その規模は大体ですね、今350人ぐらいの人たちが集まっていただいているような感じです。震災後ね、やっと海水浴場がオープンするというタイミングでみんなで綺麗にしていこうという形で2017年から始まりました。2017年が950人、2018年が1050人の方に集まっていただいておりました。今回コロナの影響で1000人に届きませんでしたが、2019年以降で久々の開催。参加しているのは町内の小中学生や地域住民など、さらには町外からも参加しています。小豚海水浴場は3年ぶりの海開き、来月21日まで楽しめます。あ、これ子どもたちが走ったら危ないなとかって思いながら拾っていく行為が、このビーチをたくさんの人に愛されていく循環を作っていくし、いい環境を未来につないでいくって意味でも、たくさんの方と一緒にこうビーチクリーンしてるっていうのは意味があるのかなと思っております。海と日本。チャンネル登録よろしくお願いします。